さあそれでは両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。先攻中日ドラゴンズです。そしてこちらがまず先に守りにつきました西武ライオンズ。ピッチャーがチャンクージャ、キャッチャーは野田です。ファーストカブレラ、セカンド高木宏一、サードフェルナンデス、ショートが中島、そして外野は左から和田、赤田、佐藤、指名打者今日は平尾が入っています。先攻の中日ドラゴンズ、1番荒木、2番井端、3番立浪、不動のオーダー、4番アレックス、そしてリナレスが5番に上がってきました。6番が3戦目満塁ホームランの谷繁、7番に指名打者の高橋光信です。下位打線にはライトとレフトに井上と大西、ベテラン2人を使ってきました。先発ピッチャーは3年目初登板の山井です。3試合目の西武ドームでのゲームでは満塁ホームランを放ちながらも勝つことができませんでした中日ドラゴンズ。激闘を制したのは西武ライオンズ。さあ日本シリーズの第4戦、昨日は台風で1日ゲームが流れました。守りについた西武ライオンズ、マウンド上はチャンズージャが上がっています。この日本シリーズ初登板です。シーズン中はチームで真っ逆に吹く存在でした。ただ後半戦、そしてプレーオフと本来のチャンらしいピッチングは影を潜めています。過去の日本シリーズは2002年、2年前の巨人との日本シリーズ、ここ西武ドームで先発をしましたが3回5失点で降板という苦い思い出があります。勝って一気の手が西武ライオンズ、負ければ崖っぷちに追いやられます中日ドラゴンズ落合監督。負けた3戦目は自分のミスでしたと試合が終わった後に話をしました落合監督です。ピッチャー系統の難しさ、短期決戦、その厳しさというのを味わいました中日ドラゴン。さあいよいよ第4戦日本シリーズゲームが始まります。1番の荒木がバッターボックスに入りました。入ってきたチャンです。1番の荒木がバッターボックス。中日は1番荒木、2番井端、この2人がいかに機能するかが得点源です。ピッチャー返し、センター前に抜けました。2球目をセンターに弾き返しました荒木、ノーアウトランナー1塁です。さあ試合が始まりましたが、東野さん、はい、いきなりチャンの立ち上がり、中日の嫌なバッターの荒木が出塁という立ち上がりになりました。いや絶好っていうか、キラの落とし気の負けをね、振り払うためにもいい機会っていうかチャンス生まれましたね。ですね、そしてゲスト解説は宮本慎也さんですが、宮本さん、はい、ここはいきなり2番バッターの大事な役割になりそうですね、日本シリーズでも。はい、バンドで来るのか動いてくるのか、はい、ちょっと見てみたいと思いますね。打席は2番の井端です。宮本さんの目から見て2番の井端という選手は今シーズンどう映りましたか？本当、右に打ちたいところでもインコース来ると分かれば引っ張りにかかったりとかですね、いろんなバリエーションを持っている選手なので、はい、多分落合監督も、信頼していると思います。はい、送ってくるのか、あるいは状況を見てさらに違ったバリエーションの攻撃を見せてくるのか。負けたら崖っぷちに追いやられます中日ドラゴンズ。まず欲しいのは先制点1回です。宮本さん、シーズン中もやはり荒木が出て井端というのは散々苦しめられたんじゃないですか？はい、立浪さんまで含めてですね、なんとかこの3人のうち2人をアウト取ればですね、はい、そうなかなか点は取られることはないと思うんですけども、どうしても2人出るとですね、はい、うまくつながっていく、それが中日の、パターンだと思います。
なるほど、3人の中で荒木、井端、立浪、この3人の中からまず2つアウトを取ることというのを考えたわけなんですね。なんとか2つ取れれば、西武としては楽な展開にはなると思います。はい、第3戦は継投の難しさ、勝利の継投に入りましたが、岡本続投がカブレラ勝ち越しの満塁ホームラン、その呼び水となってしまった落合采配です。1球目を見て外れたボール、ここは東尾さん、はい、ちゃんとしても細心の注意を払いながらということになってくるかと思いますが、まあそうですけど、まあ怒ってもらってもいいから、そんなに難しく考えない方がいいでしょう。ピッチャーは難しく考えない方がいいんですか。はい、だからこういうふうにどん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 ストライク放っていいんじゃないですかね。あんまりこう気にしすぎてボール先行させればいいと思いますけどね。一塁への牽制球の仕方を見ますと、かなりこう気にしてたなという印象ありましたもん ね、まあ、ね、ちゃんがね、少しはそういうふうに、まあ、牽制しとって、あとはもうバッターに気持ちを切り替えたのがいいと思うんですけどね。井端、立浪で2つアウトを取る展開になるか。井端がまた見てきました、2エンド1です。こういう形でね、はい、追い込んだ方がいいと思いますよね。大塚さんですか。中山さん、グランドレベルの大塚なんですけどもね、はい、今日試合前のチャンなんですけども非常にリラックスしたムードでしたね、ただ普段どちらかといえば笑顔の多いピッチャーだけに、はい、少し笑顔が少なかったかなという気がしますよね。やはりそれが緊張感なのかもしれませんね。それでね、今日なんですけども、帽子のつばに背番号23、同じ台湾出身のシュウ・ビンチェの背番号を書き込んでのね、はいはい、マウンドなんですよね。あ、そうなんですか。はい、それだけ気合は入ってましたよ。さあ、そのチャンの立ち上がりですが、宮本さん、ここまで3球動かない井端というのも不気味ですね。はい、東尾さんがおっしゃったようにですね、どんどんストライク取っていくことが動けなくなってくると思いますので、はい、いい展開だとは思います。ここでスタート、握り直しました、野田盗塁成功。宮本さん、はい、この攻撃どう見ますか。おそらくですね、カウント2ワンで、変化球を読んで、スチールという形ですね、はい、ストライクが来れば井端君はゴロを打ってたと思うんですけども、最悪のことを考えて動いてるとは思います。はい、はい、出た結果が盗塁成功、そしてカウントは2エンド2ということになりました。こうなると井端の意識は宮本さんどうなるんでしょうか。右に狙ってくると思います。右にね、はい、ストレートはちょっと詰まり気味のイメージでですね、変化球の低めの変化球を振らないようにという対応をしてくるバッターですので、はい、追い込まれると特に右方向の意識が強くなると思います。ご覧のように右方向、ライト方向への打球がシーズン中も多く、そしてヒットのカットしてもかなりの割合を占めます井端。その右方向です。さあ、大木さん、中日としてはまず先制点、いい形でこの第4戦はリードを奪っていきたいでしょうからね。そうですね、絶好の、まあ、そのセカンドノーアウト、それでバッターが井端ですからね、まず、まあ、三塁には非常に送るチャンスが大きいですよね、はい、ありますね。中日優勝の原動力、1、2番がこの第4戦フラッと右方向に打球を追っていきますが、ブルペンに入りました。この立ち上がり、チームを優位に進めていくための攻撃となっていくのか。落合監督は最高の二遊間、そして最高の 1,2 番と荒木、井端のことを評しています。今日負けたら後がなくなります中日ドラゴンズ。またすごい、宮本さん、ボールまだ右方向ですよね、今のもね。はい、もうなんとか右にゴロという気持ちは強いと思います。インハイのボール、ものすごい打ち方を栗山さんしました。そうですね、特に一塁でね、荒木の盗塁を待って苦しみながらもランナー進めて、三塁にして点を取るって一つのパターンなんでね、はい、本当にここは岩田の見せ所なんですが、ただ西武からしたらこれ1点確保でこれ繋がるのが一番嫌ですよね。はい、
ファール。まあ、サードでランナーやりたくないっていうのはインサイド高めいってるけど、インサイド高めっていうのはややサイドしやすいんですよね、バッターにとっては。そうなんですか。インサイドに低めストーンと落ちればね、空振りするんですよね、はい、引っかかったり、それがアウトコースで一つこう緩い抜いたボールを放ると引っかかってくるんですよね、はい、あとは岩田インサイド高めはね、うまくやりますよ、インサイド低めシュート気味の落ちるボール一番いいんですよね、はい、そのボールでインサイド高めのボール、井端にとっては最近のしやすいボールでライオンズバッテリーは攻めてきています。次が9球目。クイック情報でもご覧いただきましたが、中日1回に先頭バッター出ますと 67% の得点率、3回に2回は返ってくるというデータもあります。外に構えたか、そのボール、今のボールでいいですか、東野さん。そうですね、あのボールか、もう一つこう抜いてもいいんですけどね、はい、あのボールか、インサイドの低め、膝元へ落とすかですよね、はい、今の仕草を見ますと、スライダー、あるいはこう落とすようなですね、縦の変化という仕草に見えました、ね、キャッチャーの野田。さあ、いきなり立ち上がりからこう真綿で首をじわりじわりと締め付けられるような中日の攻め、ネクストバッターサークル第2戦、チームの勝利に大きく貢献をした松坂から打ったスリーランは見事でした、立浪。また右方向ですが、これはライト、ファールグラウンド、入ります。荒木はタッチアップの構え、セカンドから三塁へ行った。佐藤と前から変わる、ボールが返ってきましたが、セーフ。宮本さん、はい、粘って粘って、はい、最低限の仕事を井端したということになるんでしょうか。はい、本人は絶対ゴロを打ちたかったと思うんですけども、ゴロをね、荒井君がよくカバーしたと思います、ね、はいはい、宮本さんの話ですと、この立浪までに2アウトですから、立浪でどう抑えるかということなんですが、はい、守りのライオンズ内野を見ますと、これは前進守備を取ってますね、前に出てきました、はい、まあ、シングル、まあ、長打が多分少ないというデータだと思うんですけども、まあ、シングルヒットで取られる分には1点だと、はい、ですので多分勝負かけてると思うんですけど、はい、立ち上がり、あ、初球から打ち上げます、ショートがバックをして落下点、中島が取りました、2アウト。今は栗山さん、立浪は行けるというボールだったんですが、初球から行きましたが、まあ、チャンのチェンジアップ初めて見ると思うんでね、甘い球すべて行ってるんですけども、はい、うまく抜かれましたよね、立浪が倒れて2アウトになりました。さあ、そして今のシーン、そのチェンジアップ、今の高さ、今のコースですと、東野さん、チャンのチェンジアップは有効になってきますか。ですね、ってますか、引っ張っても内野ゴロとか転がるケース多いし、はい、で打ってくれて助かりましたよね、ボール。打席は4番のアレックス、まあ、4番対決ということで言いますと、カブレラがあまりにもこう目立つホームランを打っていますけれども、アレックスも大事な場面で栗山さんね、タイムリー打ってるんですよね。アレックスらしいバッティングですよね、はい、あれをホームラン狙ってってね、自分のスタイル崩してくれた方がいいんですけど、はい、自分のスタイル貫いてますよね。5番のアレックス、そしてこの後は落合監督、5番にリラレスを今日上げてきています。打ち取った、鈍いゴロ、フェルナンデスランニングスロー、1塁アウト、ノーアウト、ランナー1塁、荒木が出ましたが、チャンが抑えました。1回の表、中日0点に終わっています。